平野紫仕様、川口春なら愛用のブランド時計の価格がこと次元。滝沢秀明が率いる、とべ、への合流後、平野仕様の活動は異なる高みに到達しました。彼が初めて表紙を飾ることが発表されたファッション誌、エルジャポンの11月特別版は予約開始の翌日に重版が決定し、その注目度は非常に高まっています。 また、平野の仕様のインスタグラム、インスタグラムに投稿したルイ・ヴィトンの LV フォールコレクションをまとった姿には100万以上のいいねがついているほどです。しかし、平野の仕様が注目を浴びているものはファッションだけではありません。インスタグラムのライブ中に彼の腕に輝く高級時計にも多くの注目が集まっています。その中でも、 ヒラノシオがつけていた1000万円超えのハリー・ウィンストンの高級腕時計はファンや時計愛好者の間で話題となっています。今回の記事ではヒラノシオをはじめとする日本のセレブリティが愛用する高級時計の価格と魅力について詳しく探ってみましょう。ヒラノシオのハリー・ウィンストン時計。ヒラノシオがインスタグラムのライブ中につけていた高級時計。 ハリー・ウィンストンについて詳しく見てみましょう。ハリー・ウィンストンは世界5大ジュエラーの一つとして知られ、特に女性芸能人が左手の薬指につけた婚約指輪で有名です。しかし、その高級感あるジュエリーと同様に、時計の分野でも高い評価を受けています。銀座エヴバンスの店長松井よしきさんによれば女性の需要が高いブランドではあります。 ハリー・ウィンストンの時計をつけている方をお見かけしますが、やはり女性が多いですね。ですから、知名度の高い部屋さんのような男性が着用されるといい広告塔になるように思います。ただ、価格的にこと次元なものですから、平野さんがつけているから購入したいとはなりにくいかもしれませんね。 欲しいけれど、現実的には難しいと感じられる方が多いのではないでしょうか、とのことです。平野仕様はハリー・ウィンストンの他にも、パベダイヤが敷き詰められた800万円台後半のゴールドのロレックスデイデイトや、約400万円のゴールドのコスモグラフデイトナーを所有していることも明らかになっています。 これらの時計は高級時計の頂点に君臨し、その外装には金無垢やプラチナが使用されています。特にロレックスのデイトナはスポーツモデルとしても大変人気があり、市場科学では高額に取引されていることもあるそうです。トベ合流メンバーの高級時計。平野仕様と共にトベに合流した神宮寺雄太も高級時計の愛好者で、 彼が色違いのデートナをインスタグラムに投稿したことでも話題となりました。また、女優の川口春奈も高級時計の愛用者で、ロレックスのデイデイト、約400万円を所有しています。松井吉木さんは、川口さん、色い々ろいろといい時計をお持ちですよね。男性用の商品をつけていらっしゃるようですが、 女性が男性用の大きな時計を着用されるのもトレンドかと思います。世界三大時計ブランドの一つ、オーデマピゲの時計で、文字盤がスターコイズのロイヤルウォークというシリーズのものもお持ちのようで、この時計はラグジュアリーアスポーツウォッチ、ラグスポと呼ばれているもの。オーデマの中でも一番売れるモデルです、と語っています。 また、田中みなみも高級時計を愛用しており、パテックフィリップの約500万円の時計を所有しています。田中隆氏もこのブランドの時計を持っており、高級時計ブランドの中でもパテックフィリップは世界三大時計ブランドの一つとされています。高級時計市場の傾向、高級時計の価格は、その原材料に使用される金の価格と比例して上昇しています。 特にコロナ災いの時期には高級時計の価値が落ちないというトピックスが多く取り上げられました。資産性を考慮して高級時計を購入する人々が増えており、その結果価格も年々上昇していると言えるでしょう。正規店でも高級時計が手に入りにくくなっており、一部の時計は店売ーによって高額で取引されています。 日本だけでなく世界中の人々が高級時計に注目しており、その需要は非常に高い状況です。平野市洋や川口春菜をはじめとするセレブリティたちが愛用する高級時計は価格だけでなくそのデザインやブランドの歴史、質の高さなど多くの要素から魅力を持っています。一部の高級時計は市場価格で数百万から数千万円に達し、 その高額さから一般の人々には手の届かないものとなっています。しかし、時計愛好者や資産性を考慮した投資家にとっては、高級時計は魅力的な選択肢となっています。今回の記事では、平野市洋や川口春菜などのセレブリティたちが愛用する高級時計の価格と魅力について探ってみました。これらの高級時計は、 彼らの個性やスタイルを引き立てるだけでなく、高級時計市場の一翼を担っていることを示しています。